オフィスシオン FM しきたりアカデミー。この時間は家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは家族葬の現場からです。オフィスシオンで働いている女性スタッフが仕事を通じて日々感じたことをブログに書いています。その中から毎日1話ずつご紹介していきます。社長は惜しみなく分け与える人です。いつも思うことですが、社長は人のために惜しみもなく動ける人だと感心しますし、尊敬しています。喜んでもらうことや役に立つだろうと思えることを人に分けているのです。人に分けたから減るなどとは思っていないようです。社長の目指すところはどこなのでしょうか。不思議な人です。昔の話ですが、これは井戸水と同じだそうです。日照りが続いて井戸の水が枯れそうになった時、他人に分けると枯れるのを恐れ分けなかったようです。しかしある人がどうぞどうぞと分けていた井戸は枯れることなく湧き続けたそうです。人にあげようとすると力は湧いてくるのだとか。目に見えないものって分けると増えるんですね。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。そして1月5日発売のオフィスシオン寺尾社長監修の漫画で丸分かり初めてのお葬式をプレゼントいたします。難しい、分かりにくいと思われがちなお葬式について、事前に知っておくこと、葬儀社を決めるまで、当日を迎えてなど漫画で分かりやすく紹介しています。また皆さんからのご質問やご意見ご感想を募集しています。本をご希望の方、そしてご質問などは住所・氏名をお書きの上、メールでは info@nara.fm info@nara.fm、 ファックスでは 0742-24-8422、 おはがきでは郵便番号 630-8334、奈良市西の深夜町43、奈良 .fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは 0742-24-8415、 奈良 .fm へお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー。この時間は家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。